フランフランだし、かわいい。ちな、友達はまだ来てません。シェーリングしたんだけど、すごいいいね、おしゃれ。今日はここでアフタヌーンティーをしようと思って出てくるのがこんな感じ。黒毛和牛だって、美味しそう。ラテアート入りカフェラテ、良さそう。どんなラテアートなんだろう。すごーい。おいしそう。お茶も届きました。オーガニックアールグレイにした。とっても幸せな空間が広がっている。結構しょっぱいの多いんだね。いただきます。大変美味しいです。生ハムうま。ランダムカフェオレ、カフェラテだっけ、ラテかを頼んだらドリーとニモが来ました。ドリニモ、あれでもさ、絵柄は上からじゃん。もう奥は下から撮りたいから、なんかどうしようってなってる。このカフェに行ってみます。友達が鍵をつけるように買いました。かわいい。つぶらな瞳がかわいいね。太陽がきれいに逆光になって、雪が感じの感じ。新宿から渋谷までお散歩ナウです。晩ご飯どころに着きました。よく歩いた、疲れた。ご飯やご飯、おしゃれなお店に来ました。美味しそう。あ、アヒージョとかいいな。何食べるか決めます。コーラ、この文字かわいい。ケービー。あ、うまっ。甘王とイチゴの、甘王とイチゴじゃない、甘王とチーズのカプレーゼ。
アマオのカプレーゼ、これか。すごい、初めて見た。カプレーゼってさ、トマトのイメージしかなかったわ。イチゴうま。うましか言わん、マジ。なんかでもトマトのカプレーゼより好きかもしれん。ポテサラ美味しそう。卵一個乗ってる。おしゃれなポテサラ。お隣でチーズを切ってくれております。肉、イエーイ。酔う酔う、普通に酔う。美味しそう。おポテト、なんかポルチーニクリームらしい。絶対うまいやつ。